日本東京都豊島区、駒込駒込は、東京都豊島区の町名。現行行政地名は、駒込1丁目から駒込7丁目。郵便番号は170-0003。豊島区北部、本郷第地に位置する。北で、北区西毛原、東で、北区中里、田畑、南で、文京区本駒込、西で、菅本と接する。安であるが、霊園から、 台東区上野の忍ばず池へ向かって矢田川が流れている。走行橋などの地名は、かつて橋が架けられていた名残である。かつての豊島郡駒込村は、文京区本駒込、千田木などを含んでいた。後、上駒込村、下駒込村に分かれ、前者は豊島区駒込となった。 遺跡都市幕駒込1丁目と文京区本駒込5丁目との境で発見された駒込1丁目遺跡付近からは、弥生後期の遺跡が発見されている。これまで20棟を超える縦穴住居跡が発掘されている。現在の市街地が形成された江戸時代、明治時代から遡ってみると、市街地形成以前にも駒込の名は多く記録に残されている。また駒込は、 日本穂高が、命名者との説がある。付近の西木原でも、旧石器時代の出土品や縄文時代の集落跡が、見つかっている。植木、ソメイヨシノツツジ、駒込ソメイ村には、移設藩東道家が下屋敷、抱え屋敷を構えていた。ソメイ村には、植木職人が多く住み、村全体が花園だった。ソメイヨシノもこの地の植木職人が作り出したと、されている。 現在は、陸儀園、ソメイモンやソメイレー園に、当時の地名を見ることができる。また、この辺りでは、霧島筒子の栽培も、盛んだった。JR 駒込駅の土手に春になると、筒子が多いのはその名残。また、木戸高吉別邸跡があり、明治天皇行幸の石碑が建てられている。この近隣には、木戸坂という坂がある。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。現在の駒込にあたるソメイ村が発祥の地として、 知られるソメイヨシノ女子栄養大学短期大学部、ありがとうございます。